おー、こんにちは、マルトラです。今回はマリオパーティー2やっていこうかなというふうに思っております。幸先よく10出した、ルイージー9出してたから絶対1位取れへんかと思ったけども、なんとか1番手入手しましたね。やっていこうかなと思います。このゲームね、30年以上前に発売されたゲームやねんけど、まあでもね、なんか今年の10月頃にこのマリオパーティー2のリメイク的な作品がなんかスイッチで出るらしいんで、勉強も兼ねてこのゲームやっていこうかなっていうふうに思っております。はい、誰これですか。なんと特別ボーナス、今まで貯めたコインをあなたに先、おお、いきなりなんかめっちゃコインもらえる感じと思いましたが、1コインも貯まってませんね。クソ、今のあれは何やったん。なんか上げて落とすっていう余裕の、いきなり宝箱マス、これ絶対ええやつやん。うわ、いいな、主人公補正というやつか。これが、これ何、キノコ、あの右上のキノコめっちゃやばそうやな。クッパジュニア当ててくれへんかな。クッパジュニア当たってなんかマイナスコインとかなりそうちゃう。あ、もうどこに何があるかわからへんわ。頼む、ジュニア来い、ジュニア。一番嫌やと思ってたキノコ取り寄った。さすがキノコ中毒ジジイやな。マジで、あれ多分サイコロを2つか3つ触れるパターンのやつや。色的にパワフルキノコっぽかったからなかなかやばそう。いきなり仲間外れやん、マジで。一人の時ね、あんま強くないんですよね僕。回してローラー、レバーを倒してローラーをぐるぐる回して、あ、これはね、わかりました。これでこんな感じでやって落とすっていうパターンのやつだね。これ DS のマリパにあった、これのハムバージョンでいきます。でもあえて CPU やからな。こんな感じで OKOK、 フェイントもかけつつ、やっていくんですけども、いやー、さすがブラザーズ、さすがブラザーズ。一旦フェイント、フェイント効くんかこいつに。ちょっと待ってくれ、あと10秒しかない、頼む、バグれ。ここでバグる他に勝つ僕の不死だ。なんでルイージ、ルイージ自ら言ってくれた。お兄ちゃん、弟、みんなで弟。見てこの順位、1位1位3位4位、これはちょっと僕だけ仲間外れやな。アイテム、アイテムはさすがにまだええかな、かわいません。スターって確か20コインやんな。もう全員スターのところ行ったら買えるんか。何これ。あのノコノコバンクって通るたんびに5コイン払わなあかんの。何その、税金、えぐないそれ。闇深い会社やなあれ。あ、どっか行った、ジョーズかな。かわいい。ちょこんと乗ってんのかわいいな。じゃあ僕が一番最初にあそこ止まってコイン、なんもないって言われたんは、誰もあそこ通ってなかったからってことか。じゃあ次にあそこジャストで止まったら溜まってる分もらえるっていう感じ。みんなが払ってくれた移動税を僕がごっそり生きるっていう感じ。夢のような話やな。目が回ってフラフラします。足元に気をつけながらレコートの上に浮かぶ音楽マークを取りましょう。移動、ジャンプ、攻撃。なんかパンチできんねんけど、これはいい。とにかく真ん中に行けばええねんな。これ簡単ちゃう。あー、でも目回ってるから多分操作がバグるんか。わかりました、わかった、来た、見た今の。今僕踏み台にしよったでこいつ。おい、ちょ見てこれ、僕だけ13コインでドンキーのこの顔の隠し方ね、ちょっと左目で前見てるっていう、はい、恥ずかしがり屋さんなんかな。それやったら早くフグ来た方がええぞって話なんですけども、まあ
さ、これ何ですか？あ、ヤバそう。おい、不幸、不幸中の幸いっていう言葉あるやんか。今もう不幸中の不幸なんですけども、ピーチもアイテム買ったな。キノコ、お、これまた一緒。え、ここさ超えんのなかなかむずない？あれ6マス中3マススタートに戻るんやろ。あそこキノコ売っていかへんかったら個数なかなか。あ、これ面白そう。これなんかめちゃくちゃ面白そうやな。いきます。これはここ、ここ、ナイス。んで、ここ、おっしゃ、オッケー。ここ、ここ、マリオ、お前に先、僕は売ってんねん。い、嘘やろ、お前。ここ、よっしゃ。ピーチ行って、ちょっと待ってくれ。待って。ここ、ちょっと待ってくれよ。これ、スタートに戻ったん、めちゃめちゃ痛いな。おおおよっしゃ。あ、これはかなり激アツ。28コイン。あ、機嫌戻りました。はい、いいんじゃ。何ですかこれは。テレさん、コインを奪う。はお前、A を連打してテレサをつまみ出してください。嘘やろ。頼む頼むから5コインだけ、5コインだけやから許したる。5コインだけやったら。はあお前なんでまた僕4位やねん。15コインもらって11コイン放たれた。あー、ピーチキノコ使うな。マジか。んー、これ2つやんな。いやー、これはつ、あ、11か。11ならまだ、12か。あ、ちょっとまあいいんじゃないかなと思う。これさ、ゾロ目とか揃えたらなんかもらえるんかな。僕 DS のマリオパーティー結構やってたんですけども、叩いてペンシルっていうねミニゲームガチってましたわ。あの A ボタンがね、あの効かんくなるまで売ってた思い出があんねんけど、そん時はね確かサイコロでゾロ目が揃ったらなんかコイン何コインかもらってたんですけども、これこの時代にはあんのかな。それやったらキノコここで買ってキノコ欲しいな。それでようやくキノコ使ってとか、誰も今スターゲットしてんから、これスターゲットしたら勝ちじゃね。クレイになった人はぬいぐるみになったライバルたちを土管まで運ぶ。移動でクレーンを下げる、連打で抑える。なるほど、連打ゲーか。ゴリラの反撃じゃ。さっきルイージにね11コイン取られとるからな。この恨みは墓場まで持っていくぞ僕は。危な、今クッパー止まったかと思った。これはキノコ、ちょっと待ってや。マップ見ていいですか。お茶飲む。お茶ぶち込んでマップ見ていきましょうという感じやねんけど、スターどこにある。これスターどこ、あ、ここか。アイテムキノコ、まあキノコは絶対に使うな。これでさっきのあそこのスタートに戻るところをこのキノコで超えたら僕の勝ち。今現在一番スターに近いの、あー、マリオか。うわ、使いよるパワフルキノコ。これ3つやろ、絶対3つやで。これ311、あー終わった。うーわ、17、これは強い。あ、これ取ったな。次どこ。またマリオ近いやん。嘘やろ。とかここってどうやって行けばいいの。ちなみにミニクッパーここでコインを取られちゃう。あー、なるほど、こういうマイナス要素あんのか。面白いな。っていうことは僕多分次キノコ使ってもあのスターのところに行けへんな。一番今近いのはピーチかな。まあピーチに関してはコイン足りないんでまあ大丈夫なんですけども、あー、これ戻るやろ。あいざまーていうかこのギミック散りばめられてんの、あそこじゃ、あそこだけじゃなくて僕が引っかかった。むずない、ここ
このマップね、難易度1なんですよ。あのレベル3まであって一番簡単やねんけど、マジか。青空プレートレース、一度上に乗ると落ちてしまうプレートを渡って、あー来ました。これはレースゲームやな。レースゲームは大の得意。グランツーリスモで鍛えたこのドンキー、ぜひとも皆さんに見ていただこうかなと思うんですけども、いきます。はい、ジャンプして、はい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 ジャンプして、あ、コイン、コインチーズマイルっていうのはいいね。ジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、そんでまたジャンプ、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 よっしゃ、僕今1位ちゃう、僕今絶対1位。ジャンプ、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 そんでもってジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ちょっと待って、今何が起きたねえ。僕ちゃんとジャンプ選択したと思うねんけど、なんで反応しひんかったんや、わからへん。まあいっか、別に大丈夫。コインは23コインもあるんで、んで10からの、はい18、最強。さっきのマリオより多く進めるというわけで、これに関してはちょっと待って、マップ見ていいですか。あ、お茶飲む。お茶ぶち込んでマップ見るんですけども、これは下やな、下に行ったらええわ。残り9マス、1234567891、はてなやんけ。ちょっと待ってくれ、はてな言ってまうぞ。この場合どうすればええんや。あそこの門はなんか閉ざされてるから多分通れへんやろ。上行くしかないんかな。上行ったら87654321、電気、ハテナか雷、どっちがいい。いや、ハテナは最初に戻るから上行こう。通ります。はい、通行料1円、1円やから安い安い。こいつ日給安すぎやろ。この雷マーク何、ピカチュウ登場ってパターンのやつかな。誰ですか。おっ、ほら悟空。バトルゲームの時間だぞ、ワクワクすぞ。あ、今回の参加コインと10コインずつもらう。お、これはいいんじゃないか。35コイン。じゃあこれで買った人が、今のコイン総取り。いいところ引いた。これは落としていただき、キノコ。わからへん、これは勝たなあかん。絶対に勝たないといけない戦いがここにはある。クレーンを動かすだけか。了解しました。こういうさ、お菓子のゲームあるやんな。とにかく僕奥か、見にくい奥。ナイスー、ここここ、あの毒キノコみたいなの取ったら絶対負けるな。ここ2個いく、2個いく、よっしゃよっしゃよっしゃ、やばい。マリオが、マリオが7、マリオ7や。これ取れよ、僕頼むぞ。ここ無双マリオくん、よしよし、よピーチ、あ、え、情けの1コイン。それやったらゼロの方がええわ、恥ずかしい。もう自分から参加しに行って1コインだけもらう、恥ずかしい。さあ次1対3ですね。アリ地獄デンジャス、なんかこれだけ黄色に光ってたけど、何ですか。クッパの格好をした人は砂の回転を操ってコインを拾う、ライバルたちをおびき寄せよう。何ですか。僕らは移動だけ、僕ら移動だけか。あのコスプレピーチかわいいな。これはどうすればええんや。あ、真ん中に行けば行くほど捕まるんですけども、そうなった場合、コイン、コイン欲しい、コイン。あ、ちょっと待って、そうか、なるほど、そういうことか。わかりました、わかりました。コインを多く取れば勝ちってことだね、僕らの。わかりました。っていうことは、これ多分、買ったら10コインじゃなくて、
このバトル中に取ったコインの数が多分勝利コインやな。だから僕今11コインはまあまあでかいぞ。ここナイス。んーでもってあーくっそむずい。真ん中行け真ん中。よーしょしょしょ最後ちょっと回収したん偉いな。これ全員僕だけ少ないけども、まあでもあみんな公平にコインもらうんや。あーいいね、このミニゲームええやん。こういう平和的なミニゲームいいよね。はい、4。残な。まだこれ20ターンあるから、あと13ターンぐらいかな。なんですかこれは。鈴？え？おしよ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 し、いいぞいいぞいいぞ。全部絞り取れ。35コイン全部して、僕も手伝うわ。35コイン全部いったれ。よし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 。ザマールイージ。ルイージにはね、特権が、人権が何もないんで、あいつから絞り取ったらもう、いや、お嬢ちゃん、それは欲張りすぎじゃないかな。いくら、王城の霊城といえど、それはちょっとがっつきすぎなんじゃないかなと思われる。のこのこコロコロ。なんですか。プレートを移動して甲羅を滑らせてください。触ったパネルはめくれます。すべてのパネルをめくってください。移動ジャンプ。よくわからない。いきます。まあ、とにかく、こいつの、この甲羅を、あ、なるほど、了解しました。これで、全マス、解放すればいいってことやな。了解。これはちょっとむずないか。ちょっとむずい。こんな感じで、あー、むずい。あとに、あと、ここ、真ん中来い。うおー、マジで。うわ、今のいけると思ったな。んで、またピーチかい。お前金好きすぎやろ。何枚こいつ。81枚。えんぐ。いやー今のは行きたかったな。来た来たぞピーチ。これは全力でいきます。よし全然いい全然いい。16枚はでかいぞ。よし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 、いい、めっちゃいい。ちょっと待ってくれ。ちょっとクッパくん、クッパくん、クッパくん、頼む頼む頼む。100スタープレゼント来い。100スタープレゼント来い。お、チャンスタイム。マジでびっくりマスのイベントができるよ。本当にラッキーなイベント。何それ。イベントスタート。おお友達、友達や。このラッキーなイベントで大逆転されるように頑張るのだぞ。グッヘッヘー。準備はいいか。来ました、行きます。何をすればいいんや。止めればいいんか。はい、行きます。ほい。マリオがクッパに、はい、30枚。おもろ、これはおもろいわ。これはおもろい。ザマーマリオ。若干ピーチにしてほしかったん感があるけど、まあまあいいんじゃないかな。これはルイージくん。ルイージなんかさっきからずっとここばっかり開けてんな。え、これはピーチやろさすがに。ナイス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 。絞り取ろうぜルイージ君も。さっきはちょっとね、悪いこと言って申し訳なかった。次はピーチつぼそうや。2人で行こうか。何枚？20枚ぐらい取れ。あ、16枚か。16枚が上限なんかな多分。分からへんけども、まだターン数最初やから多分。来た。説生まれた。あそこでテレサでコイン、ピーチからコイン奪ったやつクッパに止まる。え、冗談でしょ。クッパさん、クッパさん。よし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 、いいね、いい。ボケボケいいわ。今のはちょっと一本。ピーチも買い放題やな。横取りボックス、なんなんそれ。もう名前的にヤバそうなやつゲットしたんやけど。あ、ルイージ君。
ちょっと仲違いしている僕らが一緒のチームですか。これは頑張っていくや。スピードホッケーなんですか。あ、めっちゃ面白そう。コーラを打ち当てて、先に3回したゴールの勝ち。これは面白そう。僕どっちや、キーパー任せろ。これは任せろ。ナイスルイージ、ナイスルイージ。やばいやばい、僕先輩になる。さすがにやばい。オッケーオッケー。よーしよしよしよし、素晴らしい。ルイージ君いい。めえなんかラッキーポイント。え、僕とルイージめっちゃコンビネーションええやん。ルイージ今日からお前のことは親友って呼ばせてもらう。さっきは悪かった。これは2対2で僕とルイージがタッグ組んだら最強やな。あんなマリオピーチカップルなんか僕らサルルイージサルイージコンビでぶっ倒していこうや。これ次ピーチがスター取りそうな感じしてんな。めちゃめちゃ今一番ピーチが近いので、ちょっとここ、まあ、勝っても負けてもどっちに。あ、これさっきやったな。あ、さっきやったっけ。ちょ、覚えてないけども、ヒップドロップすればええねんな。了解しました。いきます。僕お尻ガチ勢って言われてたから昔から。ここ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 。あ、惜しい。お尻ガチ勢の僕の上を行くお尻廃人がいらっしゃった。まあそりゃあね、マリオさんには負けるわ。まだか。次ぐらいで取りそうな感じしてんな。ハテナ止まってくれへんかな。これでハテナ止まってくれたらスタートに戻って一気にこっちが優勢なのにな。パンチでアタック。お、これはバトルロワイヤルっぽい。4人ゲーム対戦っぽい。鈍角の上でライバルたちと落とし合いをします。おお。移動、ジャンプ、攻撃、ヒップドロップ来ました。面白そう。いきます。僕マリオ狙うわ。いけ。ターン。あ、待て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 。ナイス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 。待て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 。パンチパンチパンチ。よしよし。ああ、ルイージ君、僕の親友ルイージ君がどっか行った。任せろ。お前の仇は絶対撃つ。なんでゴリラのパンチよりお姫様のパンチの方がでかいね。待って、これは来た。勝った。よーほほほほ。今の踏んだんかなり好プレイやったな。よかった。これは敵打てなんでいいんじゃないかな。67コインも溜まってる。あ、ラスト10ターンか。なるほど。じゃあここで終わり。